はい、えー、追加配信です。13 13時になりました7月13日です朝の放送で私が申し上げたのは、こうぐっと下がってきてね、一旦組み上げて、こっから下に下がるよってことでした。ですので、今日はエントリーするって申し上げましたよね。ただ、懸念点としては、これがね、横に行った後に下がることもあるよってことをお話したんですよ。うん、では、今、どうだったでしょうか。現時点でのチャートを見てみますね。はい、開きます。どうなったでしょうか。 こういうふうに落ちて、下がって、ちょっと横に行って、やっぱりこうね、落ちてきてますよね。で、入ったのが、確か900をちょっと割ったあたりなんで、106円のね、890としておきましょうか。で、今、70ピップス、70ピップスですね。7ピップスか。あれそうですね、7ピップスなんで、ちょっとですけども、下がって、この間でね、 えー、取れているところだということでございますうんまあこれからどういうふうな動きをするかっていうのはまあ私がねこのまま期待通りに行くとしたらぐーっと下がっていってさらにさらに利益を出してくれるのかなっていうところですね私の期待はそこにありますうんもっともっとね大きく下がると思うんですけど今のところは思った方向に向かってるかなっていうとこですね、えー、追加放送以上です